1300年の都、奈良。東照大寺や薬師寺などの世界遺産がそびえる西の京エリアで、今、ある計画が持ち上がっています。奈良市は、児童相談所や子育て支援などの機能を兼ね備えた奈良市子どもセンターを、現在公園となっている場所に開設することを目指しています。虐待件数の増加や法改正で、政令指定都市でなくても児童相談所を設置できるようになったためです。今年5月に工事がスタートし、現場にはショベルカーなどが入り、設備の撤去や埋蔵文化財の発掘調査が進んでいました。しかし、柏木公園では工事が着々と進んでいますが、必要なプロセスを踏んでいないと指摘する声が上がっています。工事に関するある手続きをめぐり波紋が広がっているのです。率直に言ってしまえば、法令遵守の姿勢が欠けているということを言わざるを得ないと思います。こう厳しく批判する奈良市議会の三橋和志議員。工事に至る過程で重大な法律違反があると指摘します。踏むべき手続き、法律に定められた手続きを後回しにしてしまって、まず事業先行だと、都市計画審議会の議決を経ずに公園施設の撤去を始めたということで。現場となる柏木公園は奈良市の都市計画に基づき整備された公園です。こうした都市計画公園を公園以外の施設に変える場合、審議会で承認を得る必要があると法律で定められています。今回の子どもセンター計画も奈良市の都市計画審議会、通称国都審で承認される必要があるのです。当初奈良市は5月上旬の審議会に諮り、その後すぐに工事を開始する予定でしたが、審議会は新型コロナで中止に。にもかかわらず、一方的に組んだ予定に沿って5月中旬に工事を開始。審議会を軽視したかのような判断に反発の声が上がったのです。国都審は行政行為を正当化する審議会ではない。事前工事は違法ではないのか。市の姿勢はなし崩し的で賛成できない。6月、審議会は柏木公園に子どもセンターを建設する案を否決、工事は中断されました。審議会で待ったがかかった一方、周辺住民はセンター建設に一定の理解を示しています。子どもセンター等はですね、できることによって少しでもその虐待等がですね、なくなるんであれば、地元に作っていただくことにはすごく感謝はしとるし、少子化の問題とかね、やっぱり虐待の問題もやっぱり起こってますんで、早くそういう施設がね、作っていただいた方がいい形で、生の声聞きますのでね。市民の思いに応えるためにも、今度は慎重に進めるのかと思われましたが、市は次の審議会を待たずに工事再開に踏み切りました。今現場で行われているような作業に関しては、特に国都審の議決というか採決のようなものは必要ございません。ないと。ありません。審議会の承認が必要な都市計画の変更とは、建物本体の着工からだとして、事前の撤去や発掘調査の段階では都市計画の変更には当たらないと主張します。発掘調査自体は今の都市計画の変更とは全然関係のない。仮にその発掘調査の目的が将来的な、子どもセンターの建設を見据えたものであったとしても、ってことですか。そうです。ただ報告だけはしておくべきやったかなということだけは思ってますけれども。一方で、工事を中断させたことにより業者への遅延金が発生する見込みだといいます。この点については、発生はするかと思うんですけれども、それは税金を
ね、にがそこに充当されるということに対しては、まあ、当然まあ我々としても、まあ、ちょっと我々のまあちょっとミスかなというところは。承認を経ずに工事が進む中、先月下旬審議会が開かれました。奈良市の中川市長自ら出席し、建設に理解を求めます。ここ数年間をかけまして、全庁を挙げて児童相談所の設置に向けて取り組みを進めてきたところでございます。結果、審議会は計画の内容自体に大きな問題があるわけではないとして、子どもセンターの建設案を可決しました。追認のように見えますが、ようやく法的に計画が認められました。児童虐待の防止を重要政策としてきた市長は、奈良におきましても過去に、残念な事件がございました。まあ、お亡くなりになった方もおられますし、そのような言葉を詰まらせた市長、ならばなぜ審議会を軽視するようなプロセスを踏んだのでしょうか。構造物の撤去ですとか、はい、その発掘調査というのは、はい、まあ、都市計画の変更には当たらないっていう。当たらないですね。これも間違いないです。はい、国都心の議決がいるものではないということが確認をしておりますので。都市計画の問題に詳しい専門家は、明確に違法とは言いにくいとしつつも、奈良市の進め方に苦言を呈します。審議会の先生方からしてみれば、なんていうかフライング、我々が決める前にもうその方向で走っちゃうっていうことについては、ご不満があるのも分かります。普通の常識で言えば、審議会の議を得て決定してもらってからそういう工事はやるべきなんですが、もうやっちゃったから、あと言い訳に徹するしかないんだろうと思うんですけれど。前例のない判断にも正当性を強調する奈良市。市は取材に対し、今後生じる都市計画の変更でも、事前の撤去作業や発掘に関しては審議会の承認を経ずに行う可能性があるとしています。